さあ続いて2人目のゲストをご登場いただきます。こちらです。 MFJ 全日本トライアル選手権 IA スーパークラス今シーズンもシリーズチャンピオンを獲得しましたティーム三谷ホンダの小川智之選手登場です。はい、拍手いきましょう。ということで今シーズンなんと9連覇、はい、9年連続 V11、はい、すごいですね。改めてすごい偉業を達成しました。小川選手に大きな拍手をよろしくお願いします。ありがとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いします。いやすごいそれしか言ってないじゃないですか。いやもうすごいもんだってありがとうございます。そんなに年変わんないよ。45年になりましたか。ねえ、はい、そんなに年変わんないのに、これまだまだ現役で最前線でこういう、いやーすごいな。何そのモチベーションは。モチベーションですか。はい、でもやっぱり上手くなりたいじゃないですかね、多分。僕は頑張って上手くなります。いやいやでもね、今年もあの皆さん現場に行っていただいた方も多いかも分かりませんけれども、結構コロナ禍でね、スケジュールがいろいろと、そうですね、だから最初もいろいろ決まらなくて、はい、なんかいろいろ変わったりとか大変でしたよね、今シーズンもね。そうですね、開幕戦から延期になったりとか、シーズン中には初めてなんですかね、5ヶ月空くという、だからシーズンの間にオフシーズンがもう1回来たような感じでしたよね。はい、なんかあの海外でいうところのね、なんかアウトドアとインドアみたいな感じで、ね、そうですね、違うシリーズがあるみたいな感じぐらい間が空いちゃったということなんですけれども、はい、考えてみたら今シーズンはもう最終のその大会前に、まあ、ある意味全部優勝してチャンピオンを決められたっていうのは、まあ、相当充実なシーズンだったんですかね、想像する。そうですね、今までの中では初めてこう危なげなくタイトルが取れたシーズンでしたね、うん、あ、はい、結構今までもね、開幕前に結構大きい怪我があったりとかして。そうですね、怪我もありましたし、はい、昨年に関してはもう最終戦の最終セクションまで負けてるという状況での、うん、あの追い込まれた状況だったので、はい、それでもやっぱりね、このライバルたちも締めく中でチャンピオンを取れるっていうのはどういう秘密があるのか、早速いろいろとちょっと聞いていきたいと思いますので、どうぞおかけになってください。まあ、今シーズン振り返ってみてもですね、もうやっぱり本当にあの世界がやっぱりね、褒めたたえるその、あの美しさもそうですけれど も, もうかのか肉体がまずね、手足が長くてどんなところでもいけちゃうぐらい、なんかもういろいろやっぱりそこは体格的にもやっぱり自分の中では恵まれてるっていう風に自覚もあるかもしれませんし、それをちゃんと維持するような努力ってすごいされてるわけでしょ、やっぱり。そうですね、あの体格にはまず恵まれてると思います、うん、やっぱりこうあまりにもこう身長が低かったりとか、あの、まあ、体がこう弱くて、すぐこう、ね、体調崩してしまうっていうあの体質だと、やっぱシーズン通して、はい、うん、安定した結果って出せないと思うんですけど、はいはい、まあ、そこに関しては、まあ、恵まれてるかなと思います、うん、まあ、でもトレーニングに関してはあの、まあ、今はこう怪我をしないように、はい、まあ、最優先にやっていって、うん、まあ、もちろんこう大会に向かうにあたってあのこの体重で行くんだとか、うん、自分で決めてるルーティン的なところがあるので、はい、そこにはこうあのしっかり行けるように努力はしてます。なるほど、はい。でもあの今回ね、実はさっきもメカニックの方に登場していただいたステージだったりするんですけど、はい、トライアルは今回メカニックではなくて、なんて言うんでしたっけ、アシスタントですね。アシスタント、はい、もうあの会場行った方だったら分かると思うんですけど、はい、トライアルの競技ってライダー1人が戦ってるわけじゃないですよね。そうですね、はいはい、コースの中に、まあ、こういうこうパーテーションみたいなね、コースションで仕切られた中に、普通だいたい選手1人が普通入るじゃないですか、その中にもう1人入ってるんですよ、実は。なるほど、はい、それがまあ僕のアシスタントなんですけど、じゃあせっかくですから、はい、今日はそのアシスタントの方もお招きして、ちょっと2人で、はいはい、トークやりましょうよ、はい、じゃあちょっとご紹介ください。じゃあアシスタントをやってくれてる、はい、元国際営業ライダーなんですけど、はい、田中雄大君に来てくれてますので、はい、はい、お願いします。はい、では皆さん大きな拍手でお迎えください、田中雄大さんです。どうぞどうぞおかけになってください。はい、
さあ田中雄大選手、まあ、もともとね、あの本当にさっきも今言われましたけれども選手として活躍をしている中で、でも、今は小川選手の、まあ、アシスタント、ある意味もうガチがこれだけ活躍できるのは雄大さんいなきゃ活躍できないと言っても過言ではないですか、ガチですと、だと思いますそうですか、はい、そんな重要な田中選手なんですけど、田中さんなんですけれども、あのぜひですね、今日はトライアル知らない方もひょっとしたら今これ見てるか分かりませんので、ちょっと映像も交えながらね、そのアシスタントってどういうことするのかっていうのをちょっと教えていただきたいと思うんですけれども、はい、ちょっとじゃあ映像も出せるものをちょっと出していただきましょう。これ今バイクに乗ってるのがこれ小川選手ですよね。そうです、僕ですね。で、はい、後ろにいるのがこれ田中さんですか。そうです。はい、何やってんですかこれ。まあ、これ、まあ、コース内なんですけど、はい、まあ、発進位置のポイントの位置の指示であったり、はい、危ないところのお助けポイントに立ったりとか、あと時間を伝えたりとか、いろいろあのセクション内のルールがあるもんで、はい、それの、まあ、全体的な補助ですね。まあ、あとはそれがなくてもセクション外で、まあ、メカニック的なことだったり、はい、タイヤの空気圧のチェックをしたりとかのは、主な仕事にやってきます。もうなんかあれですね、できる芸能人でついてる、できるマネージャーみたいな、何でもやりますよ、もうサポートだったらっていう感じですか。まあ、でもそんな感じだと思います。あ、はい、そうなんだ。でもということはやっぱりその芸能人の方も優秀なマネージャーがいらっしゃるといい仕事ができるように、やっぱり、小川選手がやっぱりいい成績を上げられるのは、ああいういいサポートが、細かく細やかなサポートっていうことですか。そうですね、かゆいところに手が届くっていうんですかね、今この時にこの情報が欲しいなっていうのを的確に出してくれるのが田中雄大ですね。やっぱりそれは何て言うんでしょう、選手もやっているから、やっぱり自分だったらこうだとか、あるいは小川選手だったら俺だったらこういう風で、結構ディスカッションをこうしながら下見なんかもされたりするんですか。もちろんその前日の下見もしますし、はい、当日もしますけど、意外とそういう会話って少ないと思います、他の選手に比べると。え、意外と少ないと思います。例えばこう一緒に練習するのも意外とないんですよ、はい、じゃあもうほとんどあうんの呼吸でできちゃうって感じです。だから結構聞かれると、ね、ぶつけ本番に近いぐらいの感じですね。あ、そうなんだ。もっとすごい感じでもうちょっと盛り上げようと思ったら割と簡単に終わっちゃいましたね、話ね。まあ、でもちょっとね、じゃあ今シーズンの振り返りも含めながらね、ターニングポイントを見ていきたいと思うんですけれども、まあ、今シーズンもちょっとそのスケジュールがまずちょっと不安定だったっていうところで、開幕が随分遅かったんですか、小川選手。4月でしたね。4月開幕、はい、はい、じゃあその4月の開幕戦から、一緒にですね振り返っていこうかと思います。まあ、今回このアンケートの中にもターニングポイントは開幕という話もあったんですけれども、まあ、この開幕戦っていうのがまず九州で開幕したんですが、これはまあやっぱりイレギュラーな感じですか。そうですね、もともと今年に関しては中部の愛知県から始まる予定で、うん、関東とかの開幕戦が多かったりはしたんですけど、はい、もう最近こう九州でスタートしたんですけどね、はい、これでも田中さん、シーズンの初戦じゃないですか。あ、今年はこんな感じかなとかね、もうなんで小川選手と一緒にやってるんでしたっけ。今年で16年目のシーズン。16年目、はい、でやっぱりシーズン最初の一発目って、あ、今年こんな感じかなとかっていうのは大体分かったりするじゃないですか。まあ、そうですね、実際やっぱ走ってみないと分からないところはあるんですけど、はい、まあそんな、まあ、大きな怪我とかもなくシーズンインできたら、まあ、まあいつも通りかなっていう感じで入ってます。でも決してこれうまくいってたレースじゃないですよね、ガッツさんね。そうですね、はい、まあ、調子、まあ、そのミスがね、結構コースが優しめだったんですけど、はいはい、そこでこうちょっとミスを、重ねてしまって、うん、最終ちょっと追い込まれるっていう展開だったんですよね。最後のセクションまでは逆に追う側だったんですよね、成績多分ね、3位ぐらいだったと思います。あ、その時点で3位、はい、それで3位だったと思います、はい、で、実はでも先に言っちゃうと成績は優勝だったんですけど、その優勝になったっていうのは何だったんですか。まあ、僕はもうここが最終なんですけど、はい、ここ結構難しい勝負どころだったんですね。勝負どころ。で、これは必ず攻略しなきゃいけないっていう状況で、はい、まあ、僕は、まあ、グリーンしかなかったので足をつかない状況しかなかったので、はい、それをまあ達成できました。で、残り2人、こう2位1位だった人がこの後走るの人に対してプレッシャーを与えた状況でしたね。あ、3位だったから大川の選手が先にこのクリアをしてしまえば、そうです、プレッシャーはかかりますね。1位2位の選手プレッシャーになるわけだ。かかります、はい、ちょっとなんか横一線でこう順位を奪い合うようなモータースポーツと違って、田中さん、ちょっとなんかこうゲームっていうか
心理戦っていうかすごいトライアルってそういう面がありそうですね。そうですね、やっぱやっぱ一人一人走る競技なので、他のモータースポーツでこう一斉に走って、はい、抜きつむかれつつ、そうですね、モトクロスなんかもさっきそんな感じですもんね。ものすごく心理戦で駆け引きがあって取られて、なんか独特の、まあ、若干ゴルフに似てるような部分もあると思うんですけど、まあそうですね、モータースポーツの中では、ちょっと変わった感じがあるかなと思います。なるほど、そういうところもちょっと含めてみると、あ、今あの選手が行ったから次の選手めちゃくちゃプレッシャーかかるよなとか、そういう心もちょっと読んでみるとトライアルもっとなんか深みにはまりそうですね。結構ね、そういうところ見られてるお客さんも結構います。あ、はい、そうなんだ。で、ここでまあ3位から逆転で最終セクションで優勝を飾って、まずは開幕戦取った。そうですね、これで勢いつくんじゃないですか、やっぱりね。そうですね、開幕戦の勝率ここ最近すごく悪かったので、はい、まあ、今年ちょっとまあチャンスかなっていう感触はありましたよね。はい、そして迎えたのがもう一つターニングポイントだっていうふうにも言われていました第2戦の関東大会、こちらなんですが、こちらはちょっとね動画じゃなくてスライドになるんですけれども、これ茂木で行われた大会ということなんですけど、まあ、僕も関わったことあるんですけど、茂木といえば世界トライアル選手権、世界選手権もあったコースで、結構独特の、ね、サーキット施設を使った、まあ、トライアルコースだと思うんですけど、何がターニングポイントだったんですか、これ、小川さん。そうですね、まあ、ものすごく乗れてたっていう感じじゃないかもわかんないんですけど、はい、まあ、淡々とミスなく走れて、さっきこうスペシャルステージ最後に残されるコースがあるんですけど、うんうん、そこに向かう前にちょっと優勝も決めてしまうっていう大差をつけた大会だったんです。でここ数年こう大差で勝つっていうレースはもう 何年もやってなかったので、はい、そういう点ではちょっと今年調子いいのかなっていう感じがあったのが第2戦でしたね。1戦目は逆転で取った、はい、で今度2戦目は大差をつけて勝てた、はいはい、まあ、シチュエーションは全然違うんですけど結果を残せてる。そうですね、田中さん、これちょっとまた進化してる小川選手っていう感じなんですか、この第2戦の時は。そうですね、まあ、序盤から、ね、ライバルのミスもあったんですけど、うん、まあ、それでメンタルがね、あの有利になったのもあるかもしれないんですけど、いつもリードを広げようと思って、はい、やっていくんですけど、なかなかうまいこといかずっていうのがありながら、はい、この関東大会に関しては、一個ずつ一個ずつ地味に広げていく、理想的な勝ち方ができたんで、なかなか今まで追い求めているようなレースだったんで、すごい良かったですね。あ、そうなんだ、こういうトライアルの戦い方をしたかったんだっていうのを、これが具現化できたんですね、第2戦でね。じゃあもう結構シーズンはあれだったんですか、楽勝だったんですか、今も全部4つ勝ってっていう最初に話しましたけど、じゃあ楽勝だったんだ、今年は。楽勝でしたね。さあ、ではその最後決めた最終大会をちょっと見ていきましょうか。本当に楽勝だったのかどうかちょっと検証しますよ。ということで最後のですね、チャンピオンを獲得した大会、ほら、もう全然楽勝な顔してないじゃないですか、今めっちゃ不安そうだったんですよ。そうなんですよ、これは、チューブの大会ですね。そうです、これが最終のチューブで、はい、土日あの2回戦だったんですね、ダブルヘッダー。そうですね、はい、の多分1日目だと思うんですけど、うん、はい、まあ、確実に走っていくっていう感じだったんですけど、まあ、いろいろちょっと実は不安材料を抱えて走ってる状況だったんですよ。なんですか、なんですか、今だから言えるでしょ、不安材料って何があったんですか。ちょっとね、こう大会ぶつけ本番でその間際までちょっと手にギブスをしてる状況だったんですよ。怪我？はい、その体幹はね、多分10日前ぐらいにちょっと怪我をして、はい、幸いは後であの検査すると骨は異常なかったんですけど、まあ、でも靭帯とかその辺は、まあ、当然損傷しているの で、はい、で、まあ、どうしようって言われて、テクノの専門医の人とかはちょっとこのスパンだと難しいんじゃないのって。でも、まあ、出ないとタイトルも絶対取れないので、何としても出て2日間でこうポイント稼がないとっていう状況で、ちょっと不安を抱えながらのレースだったんですよね。全然楽勝じゃないですね、じゃあね。内心がなかったです、はい、でも同じその、まあ、アシスタントという立場からすると、田中さんとしてはどういうふうにサポートしてあげようっていうのは、なんかこの最終大会の前に打ち合わせだったり自分の気持ちだったりっていうのはあったんですか。まあ、怪我してるのは、まあ、周りのスタッフだけかなしてたの、はい、で、はい、まあ、僕も当然知ってたんですけど、まあ、もう走るのは本人なんで、もう僕たちはやれることをきっちりやるだけっていうのに努めるように、う
で、まあ、それで結果がどうなるかはもうその時次第っていう感じで、まあ、やれることをきっちりやろうっていう、まあ、いつもチームのテーマとしてやってるんですけど、なるほど、その時その時になんか特別な感情を入れるんじゃなくて、いつも通りのことをやっていこうと。そうですね、そのまあいつも通りやるっていうのが一番難しいんですけど、なかなか思い出すことは、はい、そうですね。でもね、実はこれ皆さん、すごいことをね、この不利な状況だった小川選手はやってのけるんですよ。チャンピオン獲得もそうなんですけど、ちょっと言ってください、何をやらかしたんですか。そこの大会で一回も足をつかなかったです。まあ、いわゆるオールクリーンっていう呼ばれるんですけど、最初1日始まりの第1セクションから最後のセクションまで一回も足つかなかったんです。20個ぐらいコースがあったんですけど、一回も足つかなかったんです。オールクリーン、オールクリーンです。でタイトルを決めた感じでした。え、今ライディングっていうか、このバイクのトライアルを始めて何年ですか。30年近いんじゃないですかね、はい、その中でオールクリーンは初めてです。初めて。なのでオールクリーンをしてタイトルを決めるっていうことも一切考えなかったことなので、はい、いや、めちゃめちゃ嬉しかったですね。しかもだって怪我やみ上がりでしょ、変な話で。でもその怪我がもしかしたら良かったのかもですね。その手首にちょっと無理が効かせなかったので、一つ一つも負担かけないように丁寧に走るしかなかったので、だからまあ、それが上手い走りになったのかなっていう気はします。パワープレイでなんか力んじゃって、なんかやってやろうとかじゃなくて、はい、本当にこう流れに身を任せるじゃないですけど、はい、やれて30年やってきてオールクリーンでチャンピオンって、なかなか狙って取れないんですよ。ちょっとすいません、拍手いただいていいですか。どうぞ。田中さんも感動したんじゃないですか。そうですね、やったーみたいな、まあ、常々ね、チームとして狙ってはいるんですけど、はい、なかなかあと一歩及ばずっていう大会も何度かありましたし、だって場合によっちゃセクションは足わざわざついた方が勝てるっていう時で、つく時もあるじゃないですか。そうですね、あります。はい、そういうこともなしで。そうですね、まあいつも狙っててやってしまったなっていう時があって、はい、でこの大会の時も、1ラップ目の時から狙ってるなっていう目はしてたんで、でやまあ、ラップ終わったぐらいの時に狙いすぎるなよっていう感じでは、なるほどなるほど、でもまあやっぱり狙ってる目はしてるなと思いながら、はい、まあでもまあ1ラップ目もオールクリーンしてるし、きっちりやればいけるかなっていうところでドキドキしながらやってました。でもなんかもうね、最終セクション終わったところでやったーってなって、もうそれで大喜びでもしてられないですよね。そうなんですよ、ね、まだあったんですよね。はい、そうね、オールクリーンって、まあ、実際セクションこなすだけでは足つかなかったんですけど、はいはい、トライアルって大会自体に1人あたり その持ち時間というのがありまして、制限時間、はいはい、その持ち時間を1秒でもオーバーすると、減点の対象になって、オールクリーンじゃなくなるっていうのがちょっとちらついてまして、はい、で小川選手が走ってたら残り40秒ぐらいでゴールだったんで、もしちょっと狂ってたら、はい、減点が1点追加されてるなという状況だったんで、オールクリーンが水の泡になっちゃうところだったんだ、はい、いやでもそういう最終セクションをクリーンして、はいまあ、タイトル決めれたじゃないですか、はい、そうですね、まあ、嬉しいことなんですけど、見てないと寄ってくれるじゃないですか、はい、そこをもう排除してましたからちょっとまだあ、そうか、タイムマネジメントするのもアシスタントだから、そうなんです、ちょっとすいません、ちょっとすいません、それこそ芸能人の有名芸能人のマネージャーでカメラマンとか寄ってきて、あ、ちょっとすいません、ちょっとすいませんっつって、本当にそんなタイムのチェックポイントまで行かなきゃいけない、そうなんですよ、そうなんですよ、うーわー、でも本当だからチームプレーなんですね。トライアルってなんか本当岩を乗り越える時もライダーのそのかっこいい姿もあるけど、はい、やっぱり2人で戦ってんだね。そうですね、もう、はい、見たりもそうですけど、みんなで戦ってるんだ、ね、はい、すごいなぁ、なんか よりなんかトライアル好きになってきたなっていう感じがしますけど、まあでもね、本当にこれで、9連覇 V11、はい、取りましたけど、改めてちょっと今後の目標を最後に、もうお時間ですか。ちょっとすいません、もうちょっと時間もらえませんかね。いや、山本圭が長かったんじゃないですか。で山本圭が長かったんじゃないですか。山本圭さん、確かに同じ話を何回かされていましたけどでも、思いが伝わるじゃないですか。だから、止めたくなくて、はい、すいません、まだまだこの後ガチさんには出ていただくんですけれども、はい、最後にじゃあ、ガチさんに聞く前に、田中選手から見て、小川選手ってどんな選手ですか。どんな選手、ね、もう一括りではなかなか言えないんですけど、まあ、年々やっぱ強さっていうのでやっぱメンタルが強くなっていってますし、やっぱスタッフの気遣いもできますし、やっぱそのトライだけじゃないっていう、やっぱ小川智之っていうその人間そのものは
チームのみんな尊敬してますし、まあ、それがまたチャンピオンにつながっていると思いますし、まあ、これからも続けてもらえるように、スタッフは支えていくつもりです。まだまだ進化続けそうですか？そうですね、まだまだ今進化途中だと思ってるんで。そうですか。本人も多分向上心は絶対あるんで、はい、向上心で伸びると思うんで、ぜひ応援していきたいと思います。なるほど。じゃあそれを受けて、じゃあ最後小川さん、ちょっと次へ向けてのちょっとぜひ最後にメッセージをね、今日大勢のファン、ネットでも見てますんで、はい、はい、お願いしたいと思います。そうですね、まずは1年間応援ありがとうございました。おかげさまで9連覇 V11 を達成することができて、まあ、本当に自分的にもチーム的にもいいシーズンだったなと思います。まあ、その来年に関してはやっぱりこう V12 っていうのが当然目標になってくるんですけど、今トライアルの記録でいくと V11 の記録のタイ記録に僕一応並びましたので、はい、12こう届く、手の届くところのこの権利を得たのでね、そこをしっかり来年獲得できるように、まだ当時明けからね、しっかりスタートさせて、また皆さんを魅了できるような走りができるように頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。はい、改めまして、本当におめでとうございます。全国応援選手権本日スーパークラスキリンチャンピオンの小川智美選手、そしてそれを支えていますチーム北日本の田中さん、ありがとうございました。お二人もありがとうございました。ありがとうございます。いやー、スタッフ時間短いって、もっと聞きたいって、でもすごい共同作業、あ、15分押してる、はい、了解、ということでね、続いていきたい。